ワイヤーアクションに挑戦されてるんですよね。ねえ、めぐみさんひどかったですよね、私たちの扱い。ひどいあれはひどいよ。ひどかった、うん、まあ、時間もちょっと差し迫った中だったからね。そうですね、寝てましたからね、スタッフ。え、携帯見てる人もいましたひどかったんですよ、みんな疲れてたんでね。もう疲れマックスのところでのワイヤーだったんで、はい、ひどかったです、扱いが。あの、ここで支えるんですよ、この V 字で。だからそうだ、女性としてあってはならないところは筋肉痛になりましたね、生まれて初めて。次の日確かにやばかった。こんなとこがあって思ったよね。ちょっと衝撃が、ぜひ楽しみにしていただきたい。どこ玉木さん、高中さん、近くで見てていかがでした？その時は撮影には参加していなくて、出来上がりを見ていたんですけど、はい、もうめちゃくちゃ面白くて、まあちょっと後で話しますが、はい、めちゃくちゃ面白いですね、はい、奥こちらですね、すみません、皆さん左手側です、はい、じゃ続いて右側のカメラに向かって来ていただければです。